ごめんね。二人はそんなことしないって、私も説明したんだけど。やっぱこんな言い方したら、分かっちゃうよね。実は、生徒会長として、二宮くんからも、小塚さんを説得してほしいんだって。二宮くんを悪く言うわけじゃないけど、やっぱり、小塚さんの才能は、それだけすごいものなのよ。そうしてくれると助かるよ。あー、ただ三崎浜の先生もご両親に直接相談してみるって言ってたから、ちょっと複雑なことになるかもしれないけど。さて、まずは何から聞くべきか。と言っても、聞きたいことはいくつもあったんだが、いざ彼を目の前にすると、聞きたいことが頭から抜けてしまったよ。そうですね。こんなに突然、ユイの大切な人にお会いできるなんて。さん、お忙しいことは承知の上で、今日の放課後、お時間いただけないでしょうか。どうしても、はじめさんに進路のご相談をしたくて。ん？どうして小塚さんの進路に会長が関係するのか知りませんけど。別にいいんじゃないですか？言ってあげても。もちろんそうですよ。でも、それと進路かって言ったら、今の時期、進路だって大切ですから。それに、私の役目は会長の補佐ですから、甘く見てもらっては困ります。どうしても気にかかるということなら、明日は寮の門限を特別見なかったことにしますので、今日の分も思う存分作業してください。実は、三崎浜の方からお父様にもご連絡があったそうで。その件も含め、一度始め、まったく、どうしてここまでするのか、理解に。確かに娘を高く評価してくれるのはありがたいがな。だからってあいつ、わざわざ俺の携帯に電話かけてきた。気にしないでください。今の学園、まあ何にせよ、学園に何を言われようが、私たちはユイが決めたことには口を、進路については以上だ。私からも連絡を入れておこう。はい、承
承知しました。あまりにもすんなり話が済んで驚いているのかな。これでも人を見る目には自信があるからね。ユイの場合、先にあれこれ言うよりも、失敗を恐れるな。失敗こそ自分の成長の可能性だ。と、幼い頃にはよく言い聞かされました。もちろん、君との関係も一つの。そんなに身構えることはない。言ったろ、人を見、その上で、私は、君なら少なくともうちはこの町じゃ名の通った家柄だからね。そうそう、二宮さんってあの学園の歴史を変えたんですものね。長年の歴史を覆すなんてそうそうできるものではありませんし、そういった意味でも私たちは、まあそうだろうな。聞いている、恋愛禁止の拘束は邪魔で邪魔で、ただユイ、何でしょうか。独立復帰を掲げてきたのは私だし、今さら口を挟むつもりはない。だがもし恋人と離れるのが嫌で夢を捨てるというなら、わかるな。ということでしたら、胸を張って私の意思だと言い切ります。むしろはじめさんはあの時からずっと迷い続けていた私の背中を押してくださった方です。ですので、この件に関してはじめさんを貶めるような発言はお控えください。その時は学園であれ、お父様であれ、私は絶対に許しませんので。そうか。私は自分を見つめ直せたからこそ、はじめさんのいるあの学園で学びたいと思いました。はじめさんが卒業するまでの時間は、あと一年と少し一緒に活動し、学ぶことで、新たな道を探すことができると信じています。そういうことなら、やりたいようにやればいいさ。先ほど言った通り。ええ。私も、ですので、二宮さん。私たちは家を空けてばかりで、あの時だって必要な時にこの子のそばにいてあげられなかった。でもそんな時、あなたはユイに、それはあなたにとっては偶然だったか、ユイにとって大きな支えになったはずだし、それはきっとこれからも同じだと思います。なので、できる限り、これからもこの子のそばにいてあげてくださると。はじめさん、ありがとうございます。そうおっしゃっていただけると心強いです。そうだね。私たちにはお願いすることしかできないが、よろしく頼むよ。